はい、おはようございます。オスロコーです。寝起きです。なんかね、マスミちゃんから首里城燃えちゃってリアルで見れないのがとても辛いって言ってたもんすから、今こういう変わった、これゲームになるのかな、まあバーチャ体験だよね。こうね、二次元でリアルの沖縄楽しめる、俺はゲームっていうわ。ゲームあるの知ってます？これで検索してみてください。バーチャル沖縄。でね、画面がこんな感じで。これね、キーボードで操作するとむっちゃめんどくさいのよ。ゲームパッドあれば楽ちんだけど、しかもこれ、なんかチャットとかもあるらしくて、これなんだこれ。ベンソーレ、ようこそ首里城へ。俺首里城なんてほんとね、むっちゃ子供の時に行って、それ以来だから。これ階段どうやって登んね。階段どうやって登んね。これ普通に登るの？おお、ああ、ぶつかる。ちょっと待って。おい、ちょっと待って。キーボードむっちゃ大変よ、これ。ちょっと待って。プレステのコントローラー欲しいな。うわ、キーボード操作やっべ。やっべ、何これ。グラセフぐらい大変じゃん、キーボード操作。おい、おい、おい、上がってくよ。おい、何ちゃんなんだろう。主は。これ、こうやってね、これ、迷路やん。どうやって行くのこの首里城。おーおー、すげえ、結構ガチでリアルじゃん。階段とかも。方向ちゃんとせんと。積む、え、これ行けるの。おー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 、綺麗じゃん。これ中って入れるの？これさ、バックってできるの？あ、できるわ。ゆる。ゆるこの女の子。お、何？今ジャンプしたぞ。え、これさ、このさ、何？斜めの角度なんだけど、これは、もうちょっとこっち行けばいいか。あ、なんか人がいる。なんすか？なんすか？なんかくれるんすか？これも、じゃあ後ろ行けよ、おめえ。なんかよ、斜めなのよ。角度が斜めなのよ。ちょっともうちょっとさ、全体的に。あ、あかん、なんか、めんどくせえ。ちょっと待った。これキーボードの操作じゃ無理だ。なんかこんな感じで、首里城って敷地内ってこんな広いの？なんかいろいろあるんだね。これさ、友達を招待できるとかっていう風だから、複数プレイできるんだよね。しかもスクショとかもできるしね。まあ、スクショはパソコンで簡単にできるけど。いや、結構リアルだよ、でもこれ。あ、すげえ、中いけるじゃん。何これ。中入っちゃっていいの？この中は無理だよね。ダメだ。完全にカットされとる。おい、なんだ？バグってるぞ。うわ、すっげえ、あ、ダメだ。この、入れんところはもう階段が。この服装何これ。これ向こうの現地の、なんか、沖縄民謡に合わせて。これ向こうの、向こうの服あれこれ、おお、出ちゃっとるじゃん。あ、もうちょ、待った。むっちゃめんどくせえ操作。頼むよ。頼むよ。ダメだ。なんかね、正面に入れん。角度的に、なんか斜めになっちゃう。なんかだから全体像がさ、なかなか、フォームに入らない。外出ちゃうもん、これ。これ以上行くと。ちょっと難ありだな。まあでも、こんな感じで、これ、首里城だけじゃなくて、多分、いろんな観光地、遊べるとは思うんすけど、まあだから、ね、今まで、
なんだろう、ねえ、見たことないっていう人とかは、まあ一度はね、こう、なんかね、こういうゲームみたいな感じでね、うん、楽しめるのは面白いんじゃないかなと思います。はい。まあでもやっぱリアルで見たいけどね、最終的には。ここで予習しておいて、あ、こんなもんだったんだなって予習しておいて、まあ最終的には、やっぱり現地行ってね、なんか、ねえ、エモい感情に浸ってくださいな。